こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサなのぜ。こんにちは、サナエです。早かったのぜ。そうですね、思っていたよりも、ずっと早かったのですわ。え、何が早かったの？あら霊夢、あなた知らないの？知って。やっぱり知らないよ。何、早く教えてよ。いいでしょう、教えてあげましょう。うん、早く教えてー。俺から説明するのぜ。最初の座談会から、2回目の座談会まで、約1ヶ月あったのぜ。つまり、全動画再生数が、1万回から、2万回になるまで、約、1ヶ月かかったのぜ。だけど、2万回から、4万回までは、20日間くらいしか、かからなかったんだよ。すごいね。だからもう3回目の、座談会やってるんだ。そうなんです。だから早いって話をしてたんですの。これもすべて、皆さんのおかげです。今回の座談会は、3万回突破記念だと、思ってたよ。そうですね。実は霊夢。今回の座談会は、3万回、突破記念のはずだったのです。冒頭部分だけを作り、他の動画を編集しているうちに、4万回を、超えてしまったんですの。じゃあ、冒頭部分を、急遽作り直したんだね。そういうことだぜ。あまりのんびり作っていると、今度は、5万回に、作り直さないといけなくなるのぜ。じゃあ早く作ろうよ。そうですね、早く作りましょう。霊夢もサナエも、早く喋ったって、しょうがないのぜ。おほっほっほっほ。私としたことが、霊夢に乗せられてしまいました。どうしたの？早く作ろうよ。霊夢、早口で喋らなくても、大丈夫なのぜ。そうなの？大丈夫ですよ。いつも通りに行きましょう。了解だよ。それでは、いつものように、みんなでタイトルコールしましょう。サナエ、ちょっと待って。いつも私が、ここで間違えるんだよね。でも今回は、もう答えがわかっているんだし。絶対、大丈夫だよね。さあ霊夢、もうよろしいかしら？オッケーだよ。今回は、間違えようがないもんね。マリサもよろしいかしら？ああ、俺はいつでもいいのぜ。それでは、改めまして。今回のタイトルは、祝、全動画再生数、4万回突破記念。および、え？何？チャンネル登録者、200人突破記念。え？なんて言ったの？じゃあ、なんとか 200？ 記念。チャンネル登録者、200人突破記念なのぜ。それって、どういう意味なの？つまりですね。カタリールームを、登録してくれた方が、200人を、超えたっていうことなのです。そうなんだ、それはすごいね。でも普通は、200人の前に、100人突破記念が、あるんじゃないの？おー霊夢、鋭いところをつくね。そう。それはつまりですね。わかっちゃったよ。今回本当は、チャンネル登録者、100人突破記念、だったんだよね。でも、もたもたしているうちに、200人、超えちゃったんでしょ？鋭いのぜ霊夢。あなた、もしかして、新しいタイプ、いえ、そんなことはないはず。知ってるよそれ。あたし、その新しいタイプなんだよ。霊夢、なんかの勘違いなのぜ。そんなことないよ。お医者様が、間違いないって言ってたもん。お医者様？うん、そうだよ。新しいタイプって、時々、頭痛がするってやつのことでしょ？最近、頭が痛いから、お医者様に診てもらったんだよ。そしたら、間違いなく風邪だね。って言ってたんだもん。そうですか、早く治るといいですね。お大事にだぜ。うん、二人とも、ありがとう。はい、それでは、座談会を進めていきましょう。今回のお題は二つ、そして最後に、お知らせがあります。一
一つ目のお題は、前回に引き続き、機体説明になります。フランチェスカ連邦の機体を説明しちゃうよ。二つ目のお題は、訳があって、ボツになった動画に、この場で、霊夢とサナエに、実況を入れてもらいます。嘘？聞いてないよぜ。そりゃそうでしょう。今、初めて言いましたから。冗談きついのぜ。まあでもいいや。霊夢、頑張って実況しようぜ。よ。了解。はい、了解いただいたところで、一つ目のお題に進みましょう。霊夢、マリサから聞いていますね。機体説明は、前回同様に、霊夢に担当してもらいます。うん、聞いてるよ。緊張しないで、バッチリできちゃうもんね。おお、今日の霊夢は、ちょっと違うのぜ。それでは霊夢、お願いします。はいはい、では、ガンダムオンラインの世界に行きましょう。はい、着きました。フランチェスカ連邦の、ブリッジになります。相変わらずの、GP 貧乏ぶりなのぜ。あれ、おかしいなぁ、昨日は、20万 GP 以上あったのに。私が、全部使ってしまいましたの。おおほっほっほっほ。なんで、なんで、何に使ったの？実は霊夢に、私からプレゼントがあるんです。プレゼント？そう、プレゼントです。では霊夢、目を閉じてください。何？これでいいの？ちゃんと、両目つむってください。うわぁ、暴れてる。はい、では、せーのと言ったら、目を開けてください。せーの。わぁ、これ、本物のプロガンじゃない。そうですよ霊夢、気に入ってもらえたかしら。もちろんだよ、本当に嬉しいよ。今度から、これに私乗れるんでしょ？もう霊夢のものですから、自由に使っていいんですよ。ありがとうサナエ。でもサナエ、この機体って、銀？マリサ、いいではないですか？そのような細かいことは。霊夢が喜んでくれれば、それでいいんです。おう。では進めていきましょう。でもサナエ、もらったばかりの、プロガンの説明は、私にはできないよ。そうでしたね。では、プロガンの説明は、私からしましょう。プロトタイプガンダム、レベル43。機体特性は、ビームシューターです。イベントや報酬、お詫びなどで貯めていた。マスキケを、13枚、残りはメカキケを使って、強化しました。だからか、金図の割には、レベルが高めなのぜ。プロガンの機体強化に、GP 使ったんだね。そうなんです。では、武器の説明に行きましょう。メイン武器は、ビームライフル F にしました。いつものように、当てやすさ重視の、強化になっています。特殊武器は、二刀流の強化型で、威力を強化してます。サブ武器は、バズーカの N で、威力と効果範囲、リロードを強化しました。バズーカに関しては、F 型もいいのでは、と考えています。はい、プロガンについては、こんな感じです。たくさん GP を、使っただけあって、珍しく、最初から強化してあるね。これなら、すぐに戦えるよ。はい、プロガンを入れた地上デッキ構成は、このようになりました。あれ、霊夢、一つ問題が起きるのぜ。本物のプロガンと、トレーナーのプロガン。どちらもプロガンで、紛らわしいのぜ。そうですね。霊夢は、どう思うのかしら。全然問題ないよ。本物のプロガンは、プロガンでしょ？トレーナーのプロガンは、黄色いプロガンだもん。ということは、トレーナーは、黄色いプロガンって呼ぶんだね。そうだよ。ずっと黄色いプロガンだったでしょ？そうだったかしら？まあいいでしょう。リクガンと、プロガンを入れた関係で、デッキ構成はこのようになっています。この状態だと、デッキボーナスがつかないので、フル強化した、スジムを入れる予定です。では霊夢、機体説明をお願いします。了解だよ。
陸戦型ガンダム、レベル34。機体特性は、ビームシューター。この機体も、S 連の陸ガンと同じで、ガンオン始めた頃に当たった機体なので、積載は、あまり考えず、足回り中心に強化してます。よく気絶するけど、使いやすいので、リセットはしていないのぜ。はい、では、メイン武器お願いします。メイン武器は、ビームライフル F を使ってるよ。ロックオンを中心に、強化してるけど、残り4回の強化は、威力に回したいなぁ。でも、GP がなくて、後回しになってるのぜ。はい、では、特殊武器お願いします。特殊武器は、ビームサーベルの N を使ってるよ。使用率の低い武器は、未強化なことが多いのぜ。はい、では、サブ武器お願いします。ロケットランチャーの N を使ってるよ。本当は F を使いたいんだけど、機体バランスが低いから N で我慢しています。はい、では、ウッディの機体説明をお願いします。ジム、ホワイトビンゴ対仕様、通称ウッディ、レベル37。機体特性は、グレネードスワロー。足回りを中心に、強化しています。本当は、キンズのウッディが、欲しかったんだけど、時間が取れなくて、諦めたのぜ。4人のキャラを育てている弊害が、出てしまったんですね。ウッディは、EX イベントで、もらえる機体なのですが、限られた時間の中で、目玉商品すべてを取ることが、できなかったんです。ウプ主曰く、金ウッディは、徹夜してでも取るべきだったと、激しく後悔しているそうです。はい、では、メイン武器お願いします。メイン武器は、100ミリマシンガンの N を使ってるよ。でもこの武器、使いにくいんだよね。強化の仕方を、間違えたかもしれないのぜ。威力と連射速度を上げて、ロックオンは、800から850。他はゼロに、強化し直したいのぜ。はい、では、サブ武器お願いします。サブ武器は、ロケットランチャーの、F を使ってるよ。最近まで、着発式の、グレを使ってたんだけど、特徴をうまく引き出せなくて、今の仕様になりました。はい、では次、黄色いプロガンこと、トレーナーをお願いします。ジムトレーナー、通称黄色いプロガン、レベル43。機体特性は、大爆発装甲だよ。積載量を中心に、足回りを強化しています。大爆発装甲については、生存率が上がってると、信じています。はい、では、メイン武器お願いします。リペアトーチの、R 型を使っています。リペアトーチは、未強化でも、結構使えるのぜ。特殊武器お願いします。攻撃型、レーダーボットを使ってるよ。効果範囲のみ、強化しています。はい、では、サブ武器お願いします。90ミリサブマシンガンの、F 型を使ってるよ。ロックオンと、連射速度を中心に、強化しています。黄色いプロガンは、この F 型のおかげで、結構撃破率が高いのぜ。はい、以上が、地上デッキの説明になります。続いて、宇宙デッキも見てみましょう。宇宙デッキは、プロガンを入れて、このようになっています。では霊夢、ジム後期生産型の、説明をお願いします。了解だよ。ジム後期生産型、レベル41。機体特性は、グレネードスワロー。はい、では、メイン武器お願いします。ビームライフル、B3 型を使ってるよ。メイン武器なのに、強化してないんだね。ウプ主曰く、強化を忘れていたそうです。道理で、当てにくい武器だと思ったよ。はい、では、特殊武器お願いします。バズーカの、F 型を使ってるよ。機体特性が、グレネードスワローだから。最初は、グレを使ってたんだけど、当てやすい、バズーカに変えました。はい、では、サブ武器お願いします。3点式、
90mm マシンガンを使ってるよ。この武器も、強化の途中みたいなのぜ。だからかなぁ、この機体って、使いにくいんだよね。後で、しっかり強化しておきましょう。続いて、ジムコマンドの説明を、お願いします。ジムコマンド、宇宙戦仕様、レベル33。機体特性は、コンバットカスタム。積載量と、足回りを中心に、強化しています。宇宙戦用だけあって、結構使いやすいよ。はい、では、メイン武器お願いします。ビームガンの、N を使ってるよ。この武器も、強化途中だね。宇宙用に、使っている機体は、出撃回数も少ないから、強化が遅れがちだね。はい、では、特殊武器お願いします。ビームサーベルの、N を使ってるよ。はい、では、サブ武器お願いします。バズーカの、N を使ってるよ。はい、駆け足でしたが、普段使っている機体は、以上になります。続いては、今所持している機体を、チラチラっとお見せしますね。まずは、強襲機です。続いて2ページ目。銃撃機になります。そして支援機。攻撃機です。最後は、狙撃機になります。続きまして、開発前の設計図を、やはりチラチラっとお見せしますね。まずは、強襲機です。続いて、銃撃機。2ページ目です。そして支援機。砲撃機になります。最後は狙撃機です。はい、以上が説明になります。そうそう、前回の機体説明の時、言い忘れたことがあるのぜ。そうなの？何を忘れたの？気づいている人も、多いと思うけど、無課金を歌いながら、機体倉庫が、拡張されているのぜ。機体倉庫の拡張には、課金するか、拡張チケットを、集めるしかないですからね。そうなんだ。拡張チケットは、最近始まったサービスの上、なかなか集まらないんだぜ。なので、機体倉庫拡張にのみ、課金しています。ただし、課金には、携帯のポイントを当てているのぜ。これで、実質無課金というか、運営側、ウプ主側ともに、ウィンウィンの関係ということになります。ウィンウィン？そうです。双方とも、得をするということです。どっちも得するのは、いいね。はい、では戻りましょう。ただいまっと。一つ目のお題、機体説明はいかがでしたか？早くて見づらいところは、一時停止してほしいのぜ。では、二つ目のお題、ボツ動画の生実況に移ります。霊夢、あなた、ゲッターロボは知ってるかしら？ゲッターロボ？聞いたことあるよ。スパロボシリーズの、ゲームに出てくるやつだね。ああ、思い出したよ。3機の飛行機が、合体する組み合わせで、3種類のロボットに、変形するやつだよね。そのゲッターロボが、どうしたのぜ。そうあれは、とっても、日差しの強い日のことでした。ウプ主が、ガシャを回していたら、レンタルの、ガンタンクが手に入ったのです。うん、それで？ウプ主は思いました。このガンタンク、ネタに使えるのではないかと。それでゲッターロボ？いや、ガンタンクを、
ゲッター3に見立てるのぜ。そうなのです。でも、なぜ没動画なの？ガンタンクを出撃させたところ、いきなりいい絵が撮れたそうです。ところがなのです。オーマイガー。なんとそのプレイを録画し忘れたそうなんです。オーマイガー。うつ主もリアルに叫んだそうです。ですが、最近のアップデートで実装された戦闘記録を録画すればなんとかなるのではと録画してみたんだそうです。ところが、ブースト量など必要な情報が表示されていなかったり、逆に全ての敵が表示されていたりで、ウプ主の意向に沿わなかったんです。だからボツになったのか。はい、ですが私がウプ主に提案しました。座談会の中でボツ動画を生実況しましょうと。そういうことだったんだね。決める前に相談してほしかったのぜ。でも、相談したらやってくれたのかしら。まあやらないだろうね。うん、ですよね。だから勝手に決めさせてもらいました。ではボツ動画の生実況を始めましょう。お二人には台本を渡しておきます。おいさなえ、台本って言ったってほとんど何も書いてないのぜ。まあ流れがわかれば大丈夫でしょう。あとはお二人のアドリブで埋めてください。マジで？マジだぜ。では始めましょう。しかもいきなりなのぜ。ガンタンクじゃなくてゲッター3出る。霊夢、ガンタンクじゃなくてゲッター3の必殺技は外接板おろしなのぜ。何？よく聞こえないよ。大根おろし？必殺大根おろし。必殺大根おろしの威力を霊夢間違えてるのぜ。外接板おろしだよ、外接板おろし。モニカ、よく聞こえないよ。でも大丈夫だよ、うまくできてるから。霊夢、もう一発行くよ。大根おろし。今度は、お客さんに向けて、大根おろし。マリカ、必殺技の大根おろし、すごいよ。これ、大根おろし。全体の面に、大根気は結構使えるのぜ。デルカットは苦手だったけど、ゲッター3なら結構気にされるよ。もうダメになったら、下に出てくる人よ。下は敵が多いから気をつけるので。了解、了解。大根おろし。まだ相手に次の敵はどこですか？いたよ。次は、次。一つの大根おろしだ。わあ。霊夢、ゲッター君にチェンジだぜ。了解、チェンジゲッター君、強くん。強くん。マリカ、もう隙どこにあるの？ごめん霊夢、ここは台本通りだから、わからないのぜ。あれ？チェンジできたみたいだよ。終わったのぜ。やっと終わったよ。二人とも、お疲れ様でした。まあ、こんな動画にしたかったようですね。でも、正直ゲッターは、ガンオンには合わないのぜ。私もそう思うよ。確かにそうでしたね。ウプ主には、企画もボツだったと、伝えておきましょう。サナエ、結構大胆なのぜ。サナエは、言うときは言うんだね。おうほっほっほっほ。ウプ主とは、仲良しこよしなので、問題ないでしょう。さて、
3回目の座談会も終わりの時間が迫ってきました。ここで視聴者の皆様にお知らせがあります。現在ウプ主は4キャラのうち3キャラが舞台に所属しています。先日の舞台イベントの時に思ったそうです。舞台に所属しているキャラとしていないキャラとでは大きな差があると。そして舞台に所属しているキャラでもランキングが上の舞台と下の舞台では大きな差があるんです。そこでこの場を借りて舞台員を募集いたします。募集する舞台はシャングリアの連邦で、舞台名は眠れる森の者たち。舞台長はヒロノになります。現在舞台員は8名、レベル2の弱小舞台です。ガンダムオンラインの好きな方、すでに入隊基準を満たしているのぜ。私がこの舞台を大きくしてやるという方、大歓迎です。強い弱い、上手い下手は関係ありません。今のところ舞台としてはこれといった活動はしていませんが、いくつか注意事項があります。ゲームといえどもオンラインなので、たくさんの人が集まります。他の方の迷惑になるような方はご遠慮ください。入隊除隊は自由です。除隊の場合、特に声をかけていただかなくても大丈夫です。舞台員が上限に達した場合に、何の連絡もなしに1ヶ月以上員できない場合は除隊対象になります。入隊の仕方がわからない人もいるんじゃない？そうですね。入隊の仕方は、ブリッジ右上の舞台から眠れる森の者たちを検索。検索画面右側に、眠れる森の者たちが表示されていることを確認してください。この舞台に入隊申請を押して申請します。あとは、こちらで承認すれば、無事入隊となります。ウプ主が舞台長をしている舞台なので、ご不明な点は、YouTube にコメントいただくか、S 連のヒロの宛に、ゲーム内メールでお問い合わせください。チャットの場合ですと、すぐにお答えできない場合があります。たくさんの方のご入隊お待ちしております。ご入隊待ってるよ。待ってるのぜ。さて、今回の座談会はいかがだったでしょうか。とっても楽しかったよ。サナエからのプレゼントもあったしね。霊夢に喜んでもらってよかったですわ。次の座談会も楽しみなのぜ。それでは皆さん、この辺で。ご視聴ありがとうございました。